はい、ミッドファイトゾーンの雑白です。今回は、ファイトクラブ2、ヤーマン VS 木村ミノルフリードーピングマッチ開催についてです。なんと、少し前にファイトクラブ2が行われると告知されてました。まあ言っても、ヤーマンと木村ミノルがやるだろうという予想は皆さんされたと思うのですが、やはりそうでした。そして気になるのはドーピング、そして階級です。階級の方は72キロでやるそうです。これはもうバチバチ木村ミノルに合わせて 体重です。というのもヤーマンピーマン手ンっていうのはもともとライズでは63キロでやってましたで63キロでやってて、まあ、総合デビューにするにあたって66キロまで上げて。 やってる選手です。これが木村実選手はもう最近7 2キロぐらいで戦ってる選手なので、もうどう考えても木村実よりの体重です。で、プラスアルファ、今回は、まあ、オープンフィンガーグローブでのキックボクシングマッチです。山選手はもう MMA 選手なので、MMA 選手 VS キックボクサーでやるわけですから、まあ、体重でも木村実が大幅に有利。で、キックボクシングルーという大幅に有利なもので木村実をやるという、どう考えたって木村実が勝つだろうというような、まあ、ルールとなって まあただそう言いながらも前回のファイトクラブ1の方でも朝倉未来君とヤーマンがやるとでほとんどの人が朝倉未来君勝つと言ってたのがまさかまさか余裕で78秒ぐらいでヤーマンがボコボコにしました、まあ、ただこれはもう朝倉未来君が弱かっただけですというか弱さがバレたと言ってもいいかもしれません今まで6 8キロミクるデブ級とか7 0キロミクるバーベキューとかでやってきてで反則とかで勝ち上がってきてでもちろん強い タイトタ選手やクレベルや平ラは簡単に負けるで平本リングで負けちゃいましたぐらいの選手なところをヤーマンを舐めてかかってボロッコボコにされたのです。でただ、木村実は強い選手です。 で、ドーピングに関しても、なんとフリードーピングです。まあ、木村実選手はやってないよねって言われてやってないとは言っていましたが、ドーピング検査はしないらしいです。もうフリードーピングと言っていいでしょう。となってくると、まあ木村実選手、やらないはずはないのではないでしょうか。まあ次ブレーキグダウンで戦ったり、ファイトクラブで戦ったり、ブレーキグダウンなんてもうただのアマチュア試合なんで、ドーピング検査なんか絶対やりません。となってくるともうフリードーピングでやりたい放題の、 ドーピング、ステップ、要請、木村ミロルと、ヤーマン、ピーマン、手前の戦いとなってしまいます。しかも、キックボクシングルールであれば、ヤーマンが勝てる可能性はなくはないと思っていました。ただ、オープンフィンガーグローブ、もう絶対的に木村ミロル選手、有利です。もう体重、ルール、ドーピングって有利な上に、木村ミロル選手が一番強いのは、おそらくオープンフィンガーグローブルールではないでしょうか。 というのも、まあ上段ピキオ V.S. 金村ミノル戦、金村ミノルは負けました。これ何かというと、上段ピキオが、まあ金村ミノル撃ってきたところをダブルアームガードして、普通の日本人だとこれでビビってしまい、負けてしまうんですけども、上段ピケオは、あ、これガードして大丈夫だと思って打たせて打たせて体力を使わせて。 反撃しながらの膝蹴りでボディーボディーを狙って木村美濃選手をやっつけました。まあ、ブアカオ選手にしても、まあ、1ラウンドを打たせて打たせて打、まあ、たせてというのもあります。打たれてってもありますけども我慢して我慢して2ラウンドから体力なくなった木村美濃にワンツーで決めたり打、まあ、たれ強い選手ではないので攻撃力100防御力30ぐらいの選手なので、まあ、グローブがあれば防御できるのです。ただオープンフィンガーグローブ防御できません。隙間を縫うんです。グローブが でかいグローブで守り、でかいグローブが入ってこないようにできるんですけども、オープンヒンガーグローブ、本当に軍手みたいなもんなんで、ちっちゃいグローブで守りきれません。スカスカです。打つ方もスカスカのちっちゃいグローブなんで、全然抜けてきます。そうなってくると、木村みはもう打ちたい放題です。そううなってくるとままあまあ木村実がもう 圧勝するのではないでしょうかで怖いのが朝倉美君が失神 KO したように KO されるとどん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 打たれ弱くなってきますで山選手も今までもガンガンイコファイターなんで結構ダウンしてるんですですのでここで木村実みたいなステロイドお化け 剛腕を振られたら本当に脳がいってしまう可能性はあるので僕的にはやるべき試合ではないなぁと思っていますでギュラミノル選手にしてもこれ勝ったとてまたドーピングが言われて体重下の MMA 選手にドーピングして勝ってブレーキがないってとどん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 ,どんまあ朝倉未来君が MMA 引退してヌルヌぬ MA したようにどん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 落ちていくル選手になってしまうのでここで AV 女優の 松本コンチーターと仲直りしてクリーンなところでクリーンな試合をしてほしいものです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日ライブ配信ご覧ください。あとゾウのオフ会はおそらく11月23日。平本蓮くんのポップアップがちゃんとあればグッズを買ってきて皆さん配りたいと思います。では、さよなら、さよなら、さよなら。